どうもこんばんは、ライバロリです。世界がお正月ムードでさ、休みの人が多いから僕もどうもね、何もやる気が出ないんですけど、ボーちゃんさん対戦よろしくお願いいたします。まあ、これエアームドでステルスロッキングして、カビゴンで運転してバシャーモで加速してウェイすれば勝てそうだから、それでいきますかね。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、僕とかはね、お正月だから時間があるとか、まあ、逆にお正月じゃなかったら時間がないとかさ、まあ、そういう生活、まあ、なんか決まった生活サイクルを送ってる人間じゃないから、なんか周りの休みとかに流せれる必要は別にないんだけど、世界の空気みたいなものはありますよね。やっぱツイッターとかネット見てるとさ、休みの人の方が圧倒的に多いから、なんで休みの人が多いのに自分も頑張らなきゃいけないんだよみたいな、そういうクズ的思考が頭をよぎってしまうがゆえに、なんか僕自身もだらけてしまうというか、まあ、かといってね、なんか周りの人がね頑張ってるのを見て逆に僕も頑張ろうという気持ちになるかって言われたら、まあ、別にそういうわけではないんだけど、まあ、ここら辺は人によりますよね。周りが頑張ってたら僕も頑張ろうって影響されるタイプと、まあ、周りは頑張ってるけど、まあ、別に自分は頑張る必要ないから頑張らなくてもいいやって思うタイプで、なんかそういう頑張らなくてもいいやって思ったがゆえの最終着地地点が僕という人間であると、そういうことですね。大爆発、あ、ここはね羽休めをしました。一応なんかそのステロランドで初点投げてきたから爆発あるかなと思って、あの大爆発があった場合、頑丈を残して相手の裏に繋いだ方がなんかエアウドの性能を一番活かせそうな気がしたので、まあ一応爆発ケアで羽休め打ちましたけど、まあいい感じにいったと。アーゴヨンか、ビーストブーストで素早さ上げられなかったらいけるよな。多分ここ大文字だと思うんだよな。悪だくみする余裕ないと思うんですよね、エアームドの前で吹き飛ばしとかも考えると。って考えるとここブレバレ突っ込んでいいや。大文字オッケーオッケーオッケー。まあ、これは無動の特性頑丈でね、 HP1 を残して絶対に耐えることができて、ブレブバードを打つことで反動ダメージでね、エアームドが綺麗に退場してくれるんですよ。まあ、すると何が起こるかというと、相手のアゴーヨンにビースティングブースティングを発動させずにバシャーモンを着地させることができると。てかこれいけるかな、ちょっと不安なんですよね。あの僕のバシャーモンなんか目覚めるパワー氷を採用してる関係上、少し A を切ってるんですよ。だからフレアドライブでね落とせるかどうか、いやフレドラじゃ落ちなさそうだな。ちょっとダメ系するか、目覚めるパワー氷で落ちんのかな。いやでこれ完全に経験値の少なさですね。あのバシャーモとかいうポケモンを使ったことがないがゆえに、相手のアーゴヨンを目覚めるパワー氷で倒せるのか、フレアドライブで倒せるのかどうかすらも分かってない。ドラゴン Z、まあ、これは守るあるから耐えるけど、フレアドライブで倒せるならフレアドライブ打ちたいんですよね。一番安全そうな気がするから。加速、まあ、これで素早さ関係が逆転していって、このバシャーモの A の実数値が、215。いやなんかダメージ計算したらフレドラじゃいけなさそうだったんですけど、まあ、膝でいっか、膝だったらさすがに落ちるでしょ。お前さ、いやでもこれはなんか、いやフレドラ、いやダメージした感じで、なんかフレドラじゃワンチャン落ちない可能性があったんですよ、本当に。まあ、だから飛び膝打ったけど、冷静に考えたら目覚めるパワー氷で落とせたかもしれない。いや、目覚氷のダメージはしなかったんですよね。別に、フレドラで落ちなかったら膝打てばいいやっていう、そういう安直な思考が今の膝外しを招きました。相手のラストが何でも勝てねえんだけど、これ。ヘドルウェーブ。マンダでも威嚇入れられて、まあ、多分打ち負けるし、馬車はそもそも無理じゃないですか。積んで積んでとかだったらいけるかもね。そこら辺でやることを祈りますか。馬車も、いや待てよ、これワンチャンいける説あるぞ。フレアドライブじゃ多分カビゴン落とせないんですよね。相手が飛び膝蹴りを打ってきた場合、その飛び膝蹴りをかわすことができれば、勝つことができる。え、てか僕の飛び膝蹴り外してんだから、てめえの飛び膝蹴りが当たらなかったとしても文句言うなよな。当然だよな。完成！シェイ！
さようなら。新年の空気の中に沈め。対戦ありがとうございました。ちょ、下画面見てくださいよ。15戦しかポケモンやってないんですよ。全然マジポケモンやってないわ。ウルトラサン、ウルトラムーンでね、そもそもポケモンやってたのね、僕が100勝生放送をね、やったシーズンぐらいだわ。なんで、時期的に言うと、まあ、3月ぐらいと、去年の3月ぐらいと、2ヶ月前の11月ぐらい。あの時が一番やってましたけどね。なんかそういう、己の生活に縛りを入れないとなんか、あれかもしれない。今の環境に甘えてしまってる自分がいるよね。こうやってだらけてポケモンをさせてもらってる環境に置かせてもらってるということに対して甘えてしまってる自分がいるというか、はい、ちょ、精進していきたいと思います。SULO さん、対戦よろしくお願いします。馬車で様子見しつつ、ミミッキュとレヒレがうざいから、まあ、レヒレをカビでドゥーンして、あ、レヒレっていうか、あの月光河とかね。てか、レヒレ重いな。カビゴンでレヒレの相手しようとしてるけど、別に絶対いけるわけじゃないからな。あ、でも最低削って馬車の圏内に入れたら、なんとかならなくもないか。馬車カビってすると、ステルスロック、タスキミミッキュとかうざそうだし、ステロ巻きたいから無動だそう。対戦よろしくお願いします。これで生き申す。あ、そうそうそう、僕やっと最近ね、プレイ時間カンストしたんですよ。まあ、ポケモンのプレイ時間のカンストって999時間59分なんですけど、サンムーンの時はね、多分発売して4ヶ月ぐらいでカンストしてたんですよね。ただ、ウルトラサン、ウルトラムーン、今作はね、カンストするまでに1年と2ヶ月ほどかかっちゃいましたね。一応守るか。なんかワンチャン、まあ、メガメタグロスの方が素早さ早いから、地震とかから入ってくる可能性あるから、さすがに引くから、さすがに。あ、ミミッキュなの。レヒレかなと思ったんだけど、馬車に後出ししてくるならレヒレかなと思ったけど、まあ、守る読みとかだったらミミッキュも着地させれるか。あ、これは完全にアド稼がれたね。もっと強気にフレアドライブとか打ってたら、こんなことにはなってなかったから、普通にミスりましたね。まあ、カンストしたっつっても、まあ、僕、最近はなんかね、この動画とかを見ててもわかると思うんですけど、サブロムで対戦してることが多いんで、そっちは最近750時間ぐらいだから、あ、うわ、釣られたんだけど、マジかよ。バンギー、え、グロスビミッキュバンギーって無道舐めすぎじゃない？誰で突破するんだ？え、ちょっと待って、エアムド誰で倒す気なんだ？ステルスロックでも巻くか。いや、待ってよ、これステロ悠長すぎたか。エッジかわしていく。かわしたから悠長じゃなくなっていく。いや、ステロ今思うと悠長すぎたな。この無道吹き飛ばしとか鉄壁ないから、バンギにリュウマイされると、無道そのまま押し切られるんだよな。だから、ステルスロックとか巻く暇があるんだったら、やべえ、マジで。やべえよ、マジで。え、どうしよう。そうそう、ちょ、待って待って、リュウマイされるのがやばいんですよね。なんか普通に、やるよな、挑発リュウマイ。ちょ、カビに下げます。いや、てか、カビに下げたとしても間に合わないんだけど、いけるか、これ。カビ、あ、1、これ、リュウマイいないのかな？考えすぎですかね、僕の。メガは多分グロスだから、バンギがメガであることって多分ないと思うんだけどな。地震でも打ちますか？木の実あるし、あ、バン、うわ、リュウマイあるし、リュウマイあるし。まあ、何の話したっけ？まあ、ウルトラサンとウルトラムーン合わせて、まあ、プレイ時間、1700時間ぐらい。1600から1700時間ぐらいあるから。やってるっちゃやってるけどね。やってるっちゃやってるけど、3ムーンよりはやってない気がしますね。3ムーンのデータもうないけど。やばくないこれ。ストーンエッジかわすしかないんだけど。終わりじゃん、これ。なんだこれ。あー、アクセットが。挑発デューマイ、紙砕くエッジみたいなやつですかね。いや、俺はさすがに、デューマイもされてるし死ぬかな。いや、なんか、いや、でもなんかうまいこと馬車で詰めれたら勝てそうな雰囲気もあるんだけどな。ここは無道から入る意味がなさすぎ侍なので、馬車から入って、いや、ここ守り読みで、いや、守り読みリュウマイしてきたのに2連守る決めよう。それでいい。だからここは守るでいい。とりあえず相手がそもそもリュウマイしてこずに殴ってくる可能性だったり、バンギー側がオッケーオッケー守る。いや、オッケーじゃねえよ。ここで相手がリュウマイしてたら何もオッケーじゃないんだよな。
あ、俺、竜舞してないから OK。で、問題ここ。トビーザ蹴りを打つか、フレドラ打つかだけど、あの、トビーザ読み、ミミッキ読み、魂のフレアドライブ。いや、ミミッキ来るでしょ、これ。膝、ほらなあ、グロスか。いや、結構あれですね。安全に来るというか。ちゃんとフレアドライブ、てかまあグロスが一番いらないっていう考えだろうな。ブドウとバシャーもどっちにも役割持てないからね。グロスいらねえからグロス切って、あれか。ミミッキューかな。いやでもいけると思うんだよな。あのいけると思う理由が、Z がバンギだったじゃないですか。ってことはミミッキューね、Z じゃないんですよ。タスキとか、まあ、なんかよくわかんないアイテム持ってるんですけど、あの Z じゃないミミッキュの攻撃だったら、こんだけ HP があれば、バシャーも絶対一発与えるから、とりあえずフレアドライブでいいんですよね、ここ。フレアドライブって相手のミミッキュが火傷してくれたら OK。あー、これあれか。無道読みかな。無道に合わせてバンギ合わせてきて。いや、これめちゃくちゃ美味しいぞ。いや、そうそうそう。相手は多分、あの、無道読みでバンギ合わせようとしてきたと思うけど、まあ、僕そもそも、別に交代するという選択がなかったからな。フレドラでバンギ落とせば無道で詰めれるから、相手がミミッキ1匹だから、でステルストロックも巻いてるから相手バンギ下げれないから、まあ、これは僕の勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。